何か言いたいことでもあるのか？一体何が目的なんですか？そんなことお前は知らなくていいんだ。すべてはあの方のご意志に従うだけなんだ。あの方？我々死神の王者だ。お前はこの死神界が闇の世界を乗っ取るために働くんだ。何ですって？こんばん、危機一髪、こちです。そうんだぞ。ちょっとちょっと、案内人さんがさらわれちゃって俺たちどうすればいいんだよ。今日はストーリー編の後編をお送りするんだけど、その前にこれまでのお話をおさらいするわね。前回、闇の世界と他の世界をつなげるゲートを死神が開こうとして、案内人さんと統括主任が何とか阻止したんだけど、なんと案内人さんは死神にさらわれてしまったのよ。あの死神野郎め、俺たちの案内人さんになんてことしてくれたんだよ。実は生前の案内人さんが死んだ理由は、童話サッちゃんの呪われた4番を歌ったからだったんだけど、それにもどうやら死神族が関わってたみたいなの。案内人さんの強い霊力を手に入れて闇の世界を乗っ取ろうとしちゃってるみたい。統括主任と案内人さんの霊力が合わさると強い力を発することができるみたいなんだ。でも二人とも手に入れないで中を引き裂いて案内人さんだけさらった理由は何なのか。それではご覧ください。一度開いたゲートを急いで閉じたからしっかり封印してくれ。外から他の世界のものが入ってくるからな。アスカ、カズくん、俺がいながらアスカがさらわれてしまうなんてすまない。絶対に、絶対に助け出すから。無事でいてくれ。気がついたか。あなたは？私はこの死神の世界の王者だ。ついにこの死神の世界に来てくれたな。来てくれたって、無理やり連れてきたんじゃないですか。お前は知らないだろうが、我々はお前を生まれた時からずっと見守っていたんだ。どうして私のことを？お前は我々死神界に必要な人間だからだ。私が必要？アスカ、我々の仲間になるんだ。私は闇の世界の案内人です。死神界は私のいる場所じゃありません。考える時間をやろう。お前は絶対に我々の仲間になるはずだ。どうすればいいの？カズ君、助けて。死神、どうしてこんなことをしたんですか？私が死神族に必要って一体どういうことなのか説明してください。いいだろう。世界が生まれた時、あらゆる神々は皆今の人間界でもある地上に住んでいた。そして長い年月が流れ、神々はそれぞれ自分たちの世界を作り出した。天国、地獄、闇の世界。我々死神族は最果ての世界に追いやられ、暗闇の中で身を潜めて生きてきたんだ。もっと広い自分たちの世界が欲しかったんだ。それにはあらゆる世界の結界を破ることのできる強い能力が必要だったんだ。俺たち死神は長い年月をかけて探し続けたんだ、その能力を持つ者を。そしてついに人間界に生まれたお前を見つけたんだ。よしよし、いい子ね。ついに、ついに生まれたぞ。我々の世界の救世主だ。何度も死神界に連れて行こうとしたが、お前の周りには常にお前を守る者がいて、連れて行くことができなかったんだ。霊感の強いお前は、放っておいてもすぐに連れて行かれると思っていたし、我々が幽霊たちにお前の居場所を教えればすぐに寄っていった。アスカちゃん、遊ぼう。うん、いいよ。私と一緒に行こう。アスカ、行っちゃダメだ。シャー、あれは幽霊だよ。ついて行っちゃダメじゃないか。そうよ、アスカ。気をつけてね。わかった。もしかして、カズ君やモコがいてくれたから。そうだ。お前は常に守られていた。
だからなかなか手を出すことができなかったが、お前の幼馴染のあいつ、あいつも強い霊力があって、お前と二人で一緒にいると、二人の霊力がかなり高まり、俺たちの邪魔をしたんだ。殺すことも難しく、だからカズの両親を海外に転勤させて、お前たち二人を引き離したんだ。そんな、カズくんが引っ越したのもあなたたちのせいだったんですか？カズと離れたお前のもとには、他にも仲間が集まったが、カズほどじゃなかった。だから、お前を守る目が弱まる隙を狙ったんだ。それじゃあ、私が死んだ時も。今度のホラー特集の特番なんだけど、呪われた歌を歌ったら実際にどうなるかって企画をしようと思ってるんだけど、歌ってくれる歌手はいるかな？今人気が出てきてるアスカってアイドルがいるんだけど、この子はどうかな？ああ、アスカちゃんですね。今人気ですよね。フレッシュな感じもいいし、歌もうまいし。それじゃあこの子に決定しましょうか。本当に歌わせちゃっていいんでしょうか？さっちゃんが本当に現れてしまったら。あんなの嘘に決まってるだろう。こっちは視聴率さえ取れればいいんだから。そうですよね。え、どうしてアスカちゃんが歌ってるんだっけ？あなたが推薦してきたんじゃないですか。そうだったっけ？全然覚えてない。プロデューサーが私にさっちゃんを歌わせたのも、収録の日に玉木にお祓いの仕事が入って近くにいなかったのも、すべてあなたたちが仕組んでいたんですね。そうだ。やっとお前の命を奪ったんだ。カズの奴が闇の世界にいて、お前が引っ張られてしまったのは計算外だったが。でも、ちょっと待ってください。私が死んだ時、闇の世界まで連れてきたのはあなたですよね。死神の世界に何とか連れて行くことはできなかったんですか？それは、喋りすぎたな。とにかくお前は、オサの命令に従い、俺たちの仲間になるしかないんだ。わかったな。あ、待って！ここから出して！カズくん、コツエさん、みんな。失礼します。この人は、私たち案内人の上司、というか、闇の世界のトップであり、この闇の世界の創設者です。アスカくんの居場所はわかったのか？死神界にいるのは確かですが、そのどこにいるのかがまだつかめていません。今の状況で闇雲に死神界に潜入するのは危険ですし、逆にアスカを隠されてしまうかもしれません。死神界の王者の名はタナトス。あいつは昔からこの闇の世界を手に入れたがっていた。そのためにアスカ君の力を欲していたんだな。闇の世界を手に入れるつもりだったなんて。骨だらけの占いでも見つけられないということは、アスカはきっとタナトスの城に監禁されているはずだ。統括主任、私と一緒にタナトスの城に潜入するぞ。絶対に奴らの隙にはさせん。はい、アスカ無事でいてくれ。絶対に助け出すから。私はもしかしたらカズ君が助けに来てくれるかもしれない、そんな一縷の望みにすがって、鏡を反射させて居場所を知らせる合図をしました。死神が来たので、私は見つからないように鏡を隠しました。ほら、飯だ。食え。いつになったらここから出してくれるんですか？俺たちの仲間になったらな。仲間に助け出してもらう希望なんて捨てることだな。この城の場所は、死神界でもごく限られたものしか知らず、能力者からの投資でも見つけられないように結界が張られているからな。私、ずっと考えていたんです。どうして死神が、私が死んだ時に無理やりにでも死神の世界に連れてこなかったのか。だから言っただろ。カズの力に引き寄せられたって。でも、他に何か理由があるんじゃないですか？それは。私と一緒に闇の世界に帰りましょう。今ならまだ間に合います。そんなことは、絶対にできないんだ。そしたら、あいつが。あいつ？本当に案内人さんがここにいるのかしら。コツエさん、気をつけて。危ないから来ないでよかったのに。何が起こるかわからないんだよ。私は案内人さんの親友よ。こんな時に助けないでいつ助けるのよ。
コツエ君は私がしっかり守るからね。誰この意地悪、素敵じゃない。闇の世界の王者だよ。闇の世界を作ったいわゆる一番偉い人だ。付き合ってくれる？コツエさん君よりだいぶ年上だけどいいのかな。愛に年の差なんて関係ないでしょ。あ、今あの塔の窓から光が見えました。あそこにいるのかもしれないな。案内人さん、今から助けに行くからね。我々の救世主になる覚悟はできたか。ええ、よく考えたら案内人として闇の世界の住人のためにあくせく働くなんて馬鹿らしいですからね。そうか、やっとわかったか。そうだ、お前は我々の救世主となり闇の世界を手に入れるのだ。ええ、面白そうですね。アスカ、統括主任。帰ってください。え、私はこの世界の救世主、この世界に必要な人間なんですから。ちょっとアンナ兄さんだろ、どうしちゃったのよ。目を覚ますんだアスカ。これはこれは、招かれざる客が来たようだな。久しぶりだなタナトス。何万年ぶりだったかな。ハーデス。なになに、こいつが案内人さんをさらった親玉ってわけ、知り合いなの。こいつは、タナトスは私の弟だ。え、それなのにどうして闇の世界を乗っ取ろうとしてるんだ。うるさいうるさい、何の才能もないハーデスが先に生まれたというだけで闇の世界を滑るだと。俺の方がふさわしいに決まってるんだ。一緒に闇の世界に行こうと言ったのに来なかったのはお前の方だろう。私が王だ、お前は邪魔なんだ。死神の世界の繁栄のために闇の世界を乗っ取って我々の世界を大きく広げるんじゃなかったんですか。うるさい、お前は黙って私の言うことを聞いていればいいんだ。兄への嫉妬のためだけに我々はアスカを殺す手伝いをさせられ、また今もさらって監禁したのは全部あなたのくだらない感情のせいだったとは。くだらないとはなんだ。ハーデスは一緒に闇の世界に来ないなら死神の世界に学べと言ったんだ。俺が学んだのは復讐だ。闇の世界を手に入れてこいつに復讐するんだ。さあアスカ、お前の力でこいつらを皆殺しにしてやるんだ。アスカ、俺たちはお前を信じている。アナ兄さん、私が死神界の救世主となって闇の世界を奪うと言ったのは時間稼ぎのためですよ。え、死神の探し物から目をそらすためだったんです。探し物って？死神、見つかりましたか？ああ、やっとやっと見つけたよ。それは俺の弟だ。弟を人質に取られてアスカを弓で射抜いて殺すように脅されたんだ。俺は確かに死神で皮肉屋の厄介者かもしれないが、弟を思う気持ちだけはあるんだ。それじゃ死神が弟を探し出すまでの時間稼ぎだったのか。あんな兄さん、よかったわ。皆さん、ごめんなさい。そういうことだとは思ったさ。くそ、弟を見つけたら俺を裏切る気か。俺はあなたが我々死神族の繁栄を願っての行動ならついていったんだ。なのに、なのに、俺は死神だ。死者の向かう場所へ案内する水先案内人だ。決して命を奪うわけじゃないんだ。許さない。お前たちもこの世界も全て消し去ってやる。タナトスの体から真っ黒なオーラのようなものが溢れ始めました。そして私に襲いかかってきたのです。まずはこいつからだ。アスカー、統括主任がとっさに私の手を取り引き寄せたその時です。手を取り合った私たちの体から
黄金のオーラが放たれたのです。タナトス、永遠に眠れ。お前を永遠に封印することが兄としての私の義務だ。闇の世界の王者ハーデスから魔法陣が飛び出し、タナトスを捕まえました。お前はこのままの状態で永久的に異次元をさまようんだ。兄さん、弟の俺をそんな目に遭わせるのか。やめてくれよな。私はお前の兄でもあるが、闇の世界の創設者、そしてこれからはこの死神界も守っていく。くそ、お前ら裏切り者だ。そしてタナトスは異次元の世界に消えていったのでした。さっきの光は一体これがタナトスの言う救世主の力なんでしょうか。わからない。でも大きな力が生まれたのは確かだ。あ、カズくん、あの、もう話して大丈夫です。アスカ、無事で本当に本当に良かった。そう言うとカズくんはさらにきつく私を抱きしめたのでした。カズくん、帰りましょうか。私たちの闇の世界に。ああ、皆さん、私を助けてくれてありがとうございます。仲間なんだから当たり前でしょ。ああ、さあ俺を捕まえてくれ。ただ弟は何も知らなかったんだ。助けてやってくれ。もちろん、死神も私たちと一緒に帰りますよ、闇の世界へ。こうして死神界の王者タナトスは異次元へと飛ばされ、私たちの長いストーリーは終わりを告げたのでした。案内人さん大丈夫かな。案内人さんは絶対戻ってくるよ。わあ、ただいま。案内人さん待ってたんだよ。皆さんご心配をおかけしました。私は大丈夫です。無事でよかったよ。案内人さんが死神界の救世主になるって言った時は口から心臓が飛び出しちゃったけどね。こっちへさん、どこに心臓が。敵を欺くには味方からということで、死神に弟を探してもらうためだったんです。許して。そうね、ケーキをおごってもらっちゃおうかしら。アスカ、タナトスがもう戻ってくることはないが、前世でのお前を殺したやつだ。そして闇の世界の王者ハーデス様はその兄だが、弟のしたことは私に償わさせてくれ。何でもしよう。それじゃあお願いがあります。もう二度と私のような人間が現れないように、人間界のパトロールを強化することと、タナトスに代わって死神界の統治をお願いします。それが私の願いです。わかった。さ、またいつもの生活に戻りましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。そこの死神、大変なことをしでかしたんだからたっぷり働きなさい。わかったよ、この小獣どめ。死神、掃除が終わったらまたいつもの仕事に戻ってもらいますからね。今日は100件の魂を送ってもらいますよ。決してサボらないように。助けてくれー。